どうも、ケイスケです。皆さん、映像も写真も楽しんでますか？先日ですね、僕のオリジナルのプリセット&ラット、ジャーニープリセット&ラットを販売させていただきました。ありがとうございます。で、まあ、リリースさせていただいたんですけど、そもそも、ラット、プリセット、どういうものかってあんまりね、こう、詳しくわからないよっていう方もいると思うんですよね。で、ということで、今回は、そのラットとかプリセット、どういうメリットがあって、どういう効果があって、どういうデメリットがあるのかっていうのも含めて、今回はね、語っていきたいと思います。もちろん僕のね買ってくれたら嬉しいんですけども、それ以外にもいろんな方のねラットとかプリセットとか、はたまた別の形での色のね当て方っていうのもあるので、ぜひそういうのも含めて映像写真楽しんでいただければと思います。あれ、後半には僕のねラットとプリセットどういう変化があるのかっていうのも含めて解説していきたいと思います。早速解説いってみましょう。そもそもラットとかプリセットどういうものかっていうと、これはですね、まあいわゆるフィルターっていう話ですね。インスタのフィルターとかと似たようなもんで、まあ僕のここで言うプリセットっていうのはいわゆるライトルームプリセットというものを示してるんですけども、そのライトルームプリセットも、ラットっていうものも一重に映像とか写真の、色味を変換するものであります。ただ中身はちょっとずつ違うので、それぞれご紹介していきます。まずねラットの方をご紹介していきますね。で、このラットの方っていうのはもう基本的にはさっき言ったフィルターとめちゃめちゃ概念が近いです。で、ラットっていうのはこのルックアップテーブルという、まあ、頭文字をね取って、作られているものなんですけども、このラットっていうのは、まあ、いわゆる動画のフィルターと言われるもので、最近は写真でもね使えるようになったりしますね。で、このラットむちゃくちゃ使い方簡単で、基本的にどの編集ソフトでもラットに対応しているものだったらできるんですよ。例えばプレミアプロとか、ダヴィンチリゾルブとか、ファイナルカットプロとか、その辺の編集ソフトは一通りこのラットっていうものには対応しています。なのでラットを手に入れて使えないっていうことは基本的にはないかなと。まあ確かに安いね動画編集のソフトとかだと、まあ、使えなかったりもするんですけども、そうではなくちゃんとした動画編集のソフトであれば基本的には読み込めます。で、キューブ、ドットキューブっていう形式をとっていて、で、それをまあ動画自体に読み込んで、その動画の色を変換するというものになっています。ラットっていうのは基本的には色の変換なんですよね。例えば赤を青にするみたいな単純な話なんですけども、そういった色情報、色をこういう風に変換してくださいねっていう情報があって、それを画像とか動画とかに当ててるっていう形なので、基本的にはもう本当にインスタとかそういうねいろんなこう SNS とかのフィルターと似たような効果があります。さっきも言った通りラットっていうのは色の変換なんですよね。なので、細かい効果っていうのは反映されないです。例えば、なんだろう、ビネットっていうね、ちょっとね、周りが暗くなる周辺露光みたいなね、周辺露光落ちっていう効果があるんですけども、あとはノイズを増やすフィルムグレインとかね、要はザラザラの映像をわざと作るみたいな、そういう効果っていうのは、そのね、ラットには入ってきません。あくまでラットっていうのは、色が変化するだけの情報なので、そういうプラスの追加効果っていうのは入ってこないっていうことを、まあ、理解していただければと思います。で、ラットのメリットなんですけども、ラットのメリットとしてはもう簡単に色が変更できるよっていうのがもうラットのメリットです。それこそ動画でこうやってね簡単に色が変更できたりするのはこのねラットっていうののメリットなので、そういうところはいいなというところなんですけども、逆にデメリットの部分で言うと、さっき言った通り、変化効果か効果っていうもの自体はこのラットっていうのに含まれないので、ラット以外の部分で効果をかけてあげる必要があると。で、プラスもう一個デメリットがあって、ラットを使った後にね色域っていうのがまあ狭まる場合があります。そういうラットもあるっていう形ですね。例えばラットを当てたことによって、白飛びしちゃいましたという風になった時に、ラット当てた後で色を戻そうとしてあげても戻ってこないんですよね。なのでラットの前でちゃんと戻してあげるとか、そういう処理が必要になってきます。で、このラットとかそういう話をすると、いやラットって初心者が使って上級者の人使ってないんでしょとか、そういう偏見もあったりするんですけど、全然そんなことなくて、全然本当にプロの現場とか僕何回かね拝見させてもらったことありますけど、ラット使ってる方もめちゃくちゃ多いです。全然ラット使ったら初心者とかね言う人は本当に嘘で、そういうのじゃなく、ラット使ってもラット使わなくても最終的なアウトプットが綺麗だったらねいいと僕は思うので、ぜひそういうところもね偏見を持たず使ってみていただければと思います。はい、ここまでが簡単なラットの解説です。で、プラスしてライトルームプリセットの解説をしていくんですけども、ライトルームプリセットはまあラットと似たような部分で言うと色を変化させるってところは合ってます。ただ僕の言うライトルームプリセットっていうのは基本的にはライトルームでしか使えないです。
例えば写真の、ね、編集ソフトとかだと Lightroom っていうのもあれば、Capture One とか Luminar っていうものもねあったりするんですけども、それぞれプリセットのね形式っていうのが違ったりするので、Lightroom プリセットっていうのは Lightroom Classic と Lightroom かっていうね Adobe のソフトでしか使えなくなっています。でその代わりメリットな部分がその RAT とかとは違って、パラメーターでいじってあるんですよ。例えば RAT っていうのはもう色を変換するよって情報がこの RAT 自体に入ってて、じゃあその中身がどうなってるかっていうのは見えないんですね。対して Lightroom プリセットっていうのは自分でインストールしたらその人がどういう調整をしてるかっていうのまで見えます。なので世の中にね Lightroom プリセットってあったらちょっとねお高めだと思うんですよ。1万とかほんと2万とかあると思うんですけども、 RAT とかだったらどういう風にね例えば構成して色を作ってるかっていうのは分からないかもしれないんですけども、 Lightroom プリセットの場合はどこをどの値にしてっていうもうエッセンスが詰まっちゃってるので結構値段が高いと、そういう風になっています。であとさっき言ってた効果の部分も Lightroom のパラメーターにある部分は引き継げるようになっていて、例えば粒子ね、さっき言ったフィルムグレインっていう部分だったりとか周辺露光落としみたいな部分も含めて引き継ぐことができます。まあ、なので Lightroom でしか使えないっていうデメリットはあるんですけども、その分情報量が多いよっていうのがこのね Lightroom の特徴かなと思います。またとさっき言った通り RAT だとこう白飛びしちゃうとかそういう話ね、したと思うんですけども、まあ、そういう話もなく写真がねローであればパラメーターをいじってるに過ぎないので、 Lightroom プリセット自体は色域を失うこともないっていうのがメリットかなと思います。はい、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。でまとめるとどっちも RAT も Lightroom プリセットも基本的には色のフィルターであることは間違いないです。めちゃくちゃいい色を作るためのあくまで1ステップという感じで考えていただければと思っていて、RAT の場合はもう本当に色を変換するっていうフィルターですね、そういう風に作られています。 Lightroom プリセットの場合はそのね、Lightroom っていうソフトでしか使えないけどパラメーターも含めて、全部のエッセンスが入ったものと考えていただければ嬉しいなと思います。あ、ちなみにごめん、もう一個だけ、RAT について補足です。RAT ですね、65ポイント RAT と33ポイント RAT っていうのが、まあ他に17っていうのもあるんですけども、基本的にはそのね3つがあります。カメラとかに入れるユーザーラットっていうのが最近はねいろいろ例えば ZV-E1 とか、ルミックスの S5 Mark II とかその色味で写真とか動画が撮れるよという、まあ、ユーザーラットっていうね使われ方をするものがあるんですけども、まあ一般的だったり僕の編集用に作ってるラットっていうのは65ポイントというので作られています。対してユーザーラットで入れられてるのは33ポイントっていうラットなんですね。でこのねポイントっていうのがあると思うんですけど、このポイントが多ければ多いほどいろんな色を変換できるみたいな感じです。まあ写真とか動画でいう解像度みたいな部分がこのねポイント数とイコールだと思ってくれればと思うんですけども、要は65ポイントラットの方が精細に色を表現できるよという風になっています。33ポイントの方がまあ大雑把ではあるんですけども、その代わり処理が早いというので、カメラ内に入れられるという感じになっております。これだけ補足でした。ケイスケの動画、はい、ということでですね、大体こう分かっていただいたところで、実際に僕の今回ね出した Lightroom プリセットと RAT、細かくどういう色の違いがあるかっていうのも含めて、どのラットがどういう色になるのかも細かくお話ししていきたいと思います。で色味の部分なんですけども、はい、こんな感じでいろいろ変化するのを置いております。でちょっとインストールの方法はね、前の動画でもうご紹介しているので割愛させていただいて、どんな変化をするのかというところをご紹介していきたいと思います。はい、まずシンガポールのラットを3種類用意しています。僕の場合はまあ普通のね709の方もあれば S ログの方も用意してあるので、まあ自分のね素材に合わせて使っていただければと思うんですけども、まあ普通の iPhone とか例えばキャノンのパワーショット V10 とか普通の色味で撮ったものは709用のものを当ててもらって、ソニーのログ撮影をしたものはこのね S ログ用のを当てていただければと思います。まあ、ただ S ログっていうのはこれね、S ログ3の S ガマットシネっていうね方法で撮ってるんで、それで撮った方がいい色が出ますと。まあそもそもシンガポールの色自体は、まあ、3種類ともちょっと海外のような色が入るようになっています。で1つ目のレインフォレストに関してはちょっとハイライトにこういうね黄色が入るような形で作っています。かなりねしっとりとした感じになりますね。でダイバーシティの色っていうのはまあなんていうのかな、結構この3つの中だとこのダイバーシティっていうのが、まあ、一番オーソドックスな形ではあると思うんですけども、シャドウの部分にちょっと青が入ったような、少し引き締まった形になります。ナイトサファリっていうのはもっと青が入ってますね。ここだとちょっと分かりづらいんですけども、よいしょ、はい、例えばこっちの色味でやってみるとナイトサファリだとかなりこう青が入りますね。
で、これが普通にダイバーシティとかのプリセットだと、まあ、ちょっとここ、まあ、だいぶコントラストが高いな。よいしょ。はい、こんな感じで、まあ、青はもともとベースで入ってる形ではあるんですけども、もう少し柔らかい感じになります。逆に、よいしょ、レインフォレストの方だと、しっかりと、よいしょ、まあ、似たような感じにはなるんだけど、はい、ちょっとですね、さっきの青みっていうのはなくなってますよね。はい、こんな感じになります。どれもね、いい色味にはなるんですけども、まあ、ナイトサファリっていうのは、暗めのね、シーンが多いところで、少し青みがけたいときに使ってあげると、良い、いい色が出るかなと思います。他のね、こういう、シンガポールじゃないシーンでも使うことはできます。シンガポールじゃないシーンでも、こういう風に、はい、ナイトサファリとか入れてみると、ほい。ちょっとシャドウ浮きますね。はい。ナイトサファリだとちょっとシャドウ浮くかな。で、これがダイバーシティになるとしっかりとシャドウも締まって、レインフォレストになるとこの青みが消えるという感じになっています。無機質な部分にも当ててみると、ナイトサファリだとこういう風に青みが入りますね、結構。ダイバーシティも青みが入るんですけども、少しくっきりします。最後、レインフォレストは青みが消えますというような感じですね。レインフォレスト自体に、まあ結構ですね、ハイライトとか中間色の部分に黄色を入れてるんで、こういう効果になりますという感じです。どれもね、いい感じじゃない？ね、という感じの、シンガポールラット3種類。で、次、サクサクいきます。コリアラットの方いきましょう。コリアラットの方結構ね、僕実は気に入っていて、このね、瀬戸内、シンガポール、コリアの中だったら、コリアがね、一番使いやすいんじゃないかなと僕は思ったりします。全部チューニングを実はね、3種類とも方法を変えたりするので、実は色の出方が細かく違ってたりします。で、まずゴールドビレッジ。これも S ロゴの方でいきましょう。ゴールドビレッジ。はい。ここに一番合うように作ってますね。うん。はい。いい色じゃない？これ。はい、結構、シャドウに青が乗ってるんですけども、しっかりとハイライトに黄色が乗るような形にしてあります。これね、普通にネオンライトだと割とこう、落ちた感じになったりとか、コリアンストリートでもちょっと落ちた感じになるんですが、このゴールドビレッジだとまた違ったような形で色が出ます。で、次こっちにも当ててみましょう。はい、コリアンストリートがこんな色ですね。かなりこれもナチュラルな色が出ます。一番ナチュラルに作ってるのはこのコリアンストリートかもしれない。で、ゴールドビレッジを入れると少し暖色によりますね。はい。で、ネオンライトの方は少し寒色によります。まあ、ざっくり言うと、このコリアンストリートっていうのが一番スタンダード。で、ネオンライトっていうのがまあちょっと青入るよっていう形。で、ゴールドビレッジっていうのが少しハイライトとかにね、オレンジとか黄色が入るような形になっています。もちろんね、シンガポールとかの方には使えるようになっていて、例えば、はい、ここなんですけども、普通のコリアンストリート入れるとこんな感じで、ちょっと黒が締まった形になります。暖色系ですね。で、ゴールドビレッジ入れると、これも暖色系ではな、でも結構色が違いますね。あ、こっちのコリアンストリートの方が若干緑の感じが違いますね。はい。緑の感じが結構こう、青によった緑の感じか、ゴールドビレッジだったらちょっと黄色によった緑の感じか。はい。ネオンライトだともっと青に行きますね。はい。で、最後、瀬戸内ラットですね。瀬戸内ラットの方を見ていきます。瀬戸内ラットの方も見ていくと、はい、瀬戸内ラットはレモネード、フレッシュグリーン、メモラブルフィルムという3つになっています。で、実はですね、このシンガポールラット、コリアラット、瀬戸内ラット、まあ、プリセットの方もそうなんですけども、瀬戸内ラットが一番、ちょっと色がね、癖ある形にしてあります。はい、レモネードは割とね、青が全体的に入るんですよね。青が、こう、クッと入るような形にしてあって、その代わり黄色の部分はちょっと出てほしいなと思って、そういう形の色味にしてあります。で、メモラブルフィルム。これはね、結構こう、ハイライトがグッと落ちるようなフィルム調の形にしてあるので、少しコントラストはあるんですけども、よりこう、狭まってるような形に作ってあります。フレッシュグリーンはね、緑がグッと入るような形にしてあるので、まあ、レモネードとかと比べてもやっぱね、ちょっと色の出方が違います。はい。フレッシュグリーンがこれで、レモネードがこれ。と、メモラブルフィルムがこれですね。メモラブルフィルムだと、まあ、ハイライトがちょっと落ちて、わかる？このフィルム感みたいな感じ。ちょっとグリーンが入る感じかな。に作ってあって、レモネードだと、ここで入れると結構はっきりした色合いになりますね。フレッシュグリーンがあんまり変わらなくなるな。若干、ハイライトの処理が変わってますね。まあ今、緑がない状態なので、そんなに大きく極端にね、変わってるような感じはしないんですけども、コントラスト感は結構変わってるよという形のプリセットになっております。はい、こちらがレモネードです。フレッシュグリーンを当てると、結構爽やかな色になりますね。メモラブルフィルムはかなりフィルム調のくすんだ色になります。はい、こっちの色も当ててみると、レモネードはかなり緑入りますね。はい、フレッシュグリーンはもう少しさっぱりしたコントラストの強い色になっていて、逆にメモラブルフィルムは結構こうね、コントラスト感の弱い形になります。
と、まあこんな感じで色の変化があります。でさっきも言った通りに瀬戸内っていうのがちょっとね強く色が出るよという感じにしてあります。でこの色のね効果っていうのを弱めたいよっていう時もあると思いますので、そういう場合にはですね、ラットの適用量っていうのを変えることができます。例えばこのね、動画自体にメモラブルフィルム当てます。ちょっとさすがに癖強すぎるかなと思った時に、ラットの適用量、これはね、ソフトによって違うんですけども、ダヴィンチリゾルブの場合はこのキーアウトプットっていうのをいじると適用量を変えることができます。はい、こんな感じですね。でまあ例えば 0.7 ぐらいとかにしてあげると、まあ、さっきよりはだいぶ薄まった感じで色が入ります。ちょっとやっぱコントラスト弱いなとか思ったら、ここでね、まあコントラストを事前に上げてあげるとか、はい、少し明るくしてあげるとか、はい、こんな感じにしてあげると、まあ、コントラストとかが調整できて見れる色味になるかなと思います。これもだいぶいい色ですよね。はい、くすんでるけどちょっと癖があるというか、はい、いい色になってるなと思います。特にレモネードとかは結構ハイライトに青が入ってるので、弱めてあげてもいいかもしれないですね。はい、弱めてあげるとこんな感じ。その代わりまたコントラストが低くなっちゃったりとか、他の色が崩れてきちゃったりするので、その分コントラストを上げてあげましょう。まあコントラスト上げたりとか、他の色ね調整してあげると、まあかなりいい感じなんじゃない、はい、と思います。ということで、それぞれ特徴をご紹介していきました。まあ特徴をそれぞれ掴んでいただいて、それの適用量を変えてあげるとかなりですねいい感じに色が入ると思いますので、いろんな映像に合わせて使ってみてください。続いてライトルームプリセットいってみましょう。はい、ということでいろんな写真に当ててみましょう。でまずシンガポールのプリセット3ついってみましょうか。カラフルシティとダイバーシティ、あとレインフォレストですね。でこの3つの中で一番まあオーソドックスというか、色が、ナチュラルに出るのは多分ダイバーシティかなと思います。はい、ダイバーシティは結構いろんなね普段のプリセットにも当てることはできるかなと思います。ほら、結構僕の普段使ってるプリセットにも近いのかな。はい、こんな感じでナチュラルな割と綺麗な色が出ます。で逆にこのカラフルシティっていうのは黄色の部分を割とオレンジに寄せてます。ちょっと海外テイストが入ってるような色味にしてありますね。だいぶ元の黄色っていうのが結構オレンジに入るようなクッと癖のある感じにしてあるんですが、割とね海外の写真を印象的に見せるときにいいかなと思っております。まあ、ここもそうですね、カラフルシティ入れるとこんな感じでちょっとこうオレンジ赤がかるような感じが僕は結構好きですね。でレインフォレストに関してはハイライトにこう結構ですね、黄色が入るようになっています。まあ、ちょっと明るいのをグーッと下げてあげるとこんな感じで、はい、少しハイライトに黄色が入る感じになってますね。カラフルシティとかとはまた違う色が出てきます。でもちろんポートレットが、これ前ね撮らせてもらったポートレットですけども、こういうポートレットにも普通に使うことができます。こんな感じで色が変わってきます。ダイバーシティとかは結構使いやすいかと思いますので、まあ、この状態で調整してもらって、はい、やるとかなりナチュラルでいい色が出るかなと思います。でこのライトルームプリセット、もうちょっと強くかかりすぎたなと思ったら、このね適用量っていうのをぐっと下げてあげるとナチュラルな色に近づきます。なのでまあお好みで、僕の場合はそんなに強くしてないんですけども、まあお好みでね 60% とかにしてあげれば、ちょっと弱めにかけながらナチュラルな色を演出することもできますので、ぜひ試してみてください。続いてコリアのプリセットですね。コリアファクトリーカフェと、ゴールドビレッジネオンシティ3つです。はい、でこの状態からファクトリーカフェ、はい、こんな感じの色が出ます。ゴールドビレッジだとちょっともう少しですね、黄色みがかって、ネオンシティだと、逆にピンクが出てくるような感じになっております。で全部ですね、このホワイトバランスの部分はいじらずに作ってあるので、ホワイトバランスとかの調整ではなくですね、下の部分のトーンカーブとかで調整して作ってあるので、ぜひね見てってください。ファクトリーカフェ、ゴールドビレッジ、ネオンシティ、はい、って感じですね。もちろんこれがシンガポールのプリセットにも当てることはできて、ファクトリーカフェだとこんな感じの色味、ゴールドビレッジだと、ハイライトに結構こう黄みがかかって、ネオンシティだとまたなんですかね、ちょっとピンク色に入るというような形になっております。でさっきも言った通り、このねコリアのプリセットが一番汎用性は僕もね、またあると思っておりますので、普通に日常使いにもできますと。はい、ファクトリーカフェ、ゴールドビレッジ、ネオンシティという感じ。まあファクトリーカフェが一番オーソドックスかな。はい、こういうのとかも、まあファクトリーカフェだと一番ナチュラルに映って、まあシャドウにちょっと青が入ったりしますね。ゴールドビレッジだともう少しオレンジがかって、ネオンシティだとピンクが出てくるようになります。このシーンも僕結構好きなんですけども、ゴールドビレッジが入るような形になっていて、ファクトリーカフェ、ネオンシティと、はい、変わっていきます。
というコリアプリセットもぜひ使ってみてください。はい、ということで最後瀬戸内の方をやっていくんですけども、さっきのラットの時にも言った通り瀬戸内のがちょっと癖がありますという感じになっております。で、瀬戸内のも順番に当てていくとレモネード、はい、当てるとこんな感じですね。メモラブルフィルム、ピースグリーンという形になってます。まあ一番使いやすいのはピースグリーンかな。はい、でピースグリーン実際当ててみると、例えばこの写真に当てるとこうバッと緑が入るような形にこっちもねなります。でメモラブルフィルムは結構こうフィルム調の色味になるので、まあこうちょっとハイライトがくすんだ感じになったりとか、これもそうですね、はい、少しハイライトがくすむ感じになります。ちょっと色が強いなと思ったらここのね適用量っていうのをググッと下げてあげるとナチュラルな色に戻ってくるので、自分でね適用量を調整してみてください。まあ他の普通にポートレートでも全然使えますと、レモネードも少し癖があるなと思ったらピュッと下げてあげたりとか、全然ナチュラルだけどいい感じの色味になりました。まあメモラブルフィルムだと結構バッと色が出るので、これも、まあ、ハイライトとか下げていくっていう手もあるんですが、このメモラブルフィルムの状態で適用量下げてあげて、その上で調整してあげるとこうやってかなりいい色が出たりします。この癖っていうフィルムっぽいね癖っていうのを保ちながらこうやって調整ができるので、ぜひね使ってみてください。もちろん他のところでも使えて、レモネード、メモラブルフィルム、ピースグリーンという感じ。まあピースグリーンが一番ナチュラルな感じで、メモラブルフィルムがフィルム調、レモネードは割と青がグッと入るような形にしてあります。こういう時にレモネード良さそうですね。はい、爽やか、はい、こんな感じになりますので、まあ、少しレモネード入れた時にちょっと強いなと思ったら弱めてあげて、まあ、80ぐらいかな、はい、で少し明るさもピュッと上げてあげると爽やかな感じになったりしますので、ぜひやってみてください。で今の見てくれたら分かる通り、シンガポール、コリア、瀬戸内3種類の、まあ、旅のプリセットがそれぞれ3つずつ入ってるんですけども、その中で1つずつそれぞれ1個ずつは使いやすいプリセットが用意されています。まあ一応そういうところも考えて作ってあるので、普段の写真にはこれ適用しようかな、こういう部分が来たらこれ適用しようとか、そういうのね考えながら使ってみてください。ケイスケの動画、はい、いかがでしたでしょうか。本当ね、ラットとかプリセットっていうのはいろんなものを試して自分のものに合うものっていうのを探す、僕は旅だと思っています。もちろん自分でゼロから探し出すっていうのも楽しいかなと思うんですけども、やっぱそのベースとしていろんなもので学ばないとなかなかねいい色にたどり着けなかったりすると思いますので、ぜひですねいろんなラット、まあ、もちろんね僕の販売してるジャーニープリセット&ラットも、買ってほしいなと思いますし、それ以外のねラットとかプリセットとか興味あるものがあれば買ってみていただければと思います。はい、ということで今回はラットとかプリセットとかのご紹介でございました。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。